してきたの？なんか今までやったことない動きっていうか、なんかそれをやったらね、結構結構ダメだった。明日なってるといいな。しずく公園のやつ、私はねまだねそっちのレッスン始まってなくて、今はねなんかもう一つ別なのと、あとはあれだね、アジアフェスかな。私はそっちが今ちょっとメインになってるから、私はそれが終わってからしずくの方とかにもまたね人数変わったバージョンでやってるからね今ね。インド人みたい。あらそうこれをこうしていたから今日何にでもなれるね。そうね、体鍛えないと。頑張ろうっと。そうスピンガンじゃない、これはバスタオルだよバスタオル、びっちょびちょのバスタオルじゃあ腹筋はね大丈夫だね。腹筋はね困ってない、特別鍛えなくても大丈夫。私今ねお腹はきてない、いろんな肩とかふくらはぎとかね腰とかにもきたかも。確かに腰ってそんな鍛えないよね。うん肘掛けしてとって呪術みたいな言い方指ちょっと切らして、なんで分かったの？そうなの、指ちょ小指だけちょっと切っちゃってね。すごいね、すごいとこ見てる。でも全然そんな心配いらない、ちょっとだけだから。乾かさないとやばいかな、びちょびちょ。判定なってる？あ、なってるって。なんで急にまた。あ、メールでも言ったけどさ、あれ頼んだよ、あのショールームやって思い出した、あの海鮮を頼めるやつ、みんなが私にプレゼントしてくれたやつ、いくらを頼みました。楽しみ。刺身とかもあったの。刺身はでもスーパーでいいのが安くなってる時に買ったらいいかなと思って刺身は諦めて、あとカニもあったの。でもそのカニのお料理とかじゃなくて、カニが届くからそれを自分で美味しく調理できるかなと思ったら、ちょっとその自信はなかったから、いくらだったらそのまま届いたものをさそのままいただけると思って、そう手間もかからないし、いくらってさそんな自分でさね、なんか北海道とか行った時、もし行けた時はさ、せっかく北海道来たからってなんかそういうせっかくっていう気持ちが働いて買う勇気出るけどさ、こう何でもない時にスーパーでってなかなか手を出せるものじゃないから、いくらにしました。楽しみ、ありがとうね。食べたらみんなに言うね。風
風邪ひく前に乾かして。優しい優しい。ちょっと次はちゃんとおめかししてやってくるね、ショールームに。あーね、入浴剤の話したのに私入浴剤で忘れちゃったの何やってんだろう私。報告するだけ報告してさ、入浴剤上がった時に気づいたあーって嘘ついちゃったと思って、写真を撮って満足しちゃって入れるの忘れちゃった。そう本当何してんの私明日入れる。全部で6個あるから。言っちゃった、カミングアウト。明日入れます。いやもうさ、もう暑さでもうなんかそういうの忘れちゃって入れるの。でも今続いてるよちゃんと、えらいえらい。湯船はたくさん浸かる派ですか？あんま好きじゃないけどね、頑張ってやってる。クーラーつけてるよ、つけっぱだ。誰ですか、誰ですかって聞かれたよ。誰だと思う？誰でしょう。半身浴は何分入ってたかって、なんかそんなに長くは入っても意味ないよってネットに書いてあったから15分以上25分未満どんな数字。30分とか入ってもそんな意味ないらしい。なんか20分ぐらいが適切なんだって。でも20分もさ、我慢して入るの大変。うん、半身浴って言っても体が温まればいいと思ってるから。うん、早く寝れそう。うん、何度くらい分かんない。なんか私設定するやつとかないから、もうお湯と水のやついいってやって自分が好きな入りやすいような温度に調整して、うん、入ってるから分かんないや。明日朝、うん、早くない明日はね。レッスンはないけど、でも自分でちょっとやんないと、振りを起こしたりしないといけないのもあるから、ちょっと自分で頑張る日だね明日は。金曜日の配信？そうね、25日の9時半からおだいりとなるちゃんと一緒に同時視聴配信ってことじゃないわね。見るの楽しみ。自分が結構用意でバタバタしてたから、みんなが裏で何やってたのとか気になる。下尾くんがすごい頑張って
くれてたから下くんの動向も気になる。楽しみ見るの。あと熊本とか私全然さ、そうセットリストは知ってるけどどんな感じでやってたのか全然わかんないから見るの楽しみだな。あと多分ちょいちょい神奈川のラストのさ裏側も多分みんなは見てないだろうからちょいちょいねそういうのも見れるからいいね。え、やった。なんか今日色っぽいらしいよ私そうかな、多分ちゃんとおめかししてた方がいいでしょ。ちょっとごめんなさいね今日適当。本当？これからもうずっとお風呂上がりにやる配信私がやだのパジャマ。いやー確かにね着た瞬間は暑いんだけど、でも寝てる時も私クーラーつけてるから途中で寒くなっちゃうんだけど長袖だとちょうどいいんだよね。ダメなんだ夏は本当にずっとこういう感じにしとかないとすぐにバテてしまう。ちょっとセクシーかも。なんでセクシーの句を丸にしたのなんか気使ってくれた今日はね、小島さんのとこのパジャマじゃない。今お休み中。これは自分で見つけたピンクの水玉のパジャマ。髪はこれから隠します。そうなんだよね。そう6月はそうメールでも言ったけどこれからね楽しみな収録とか撮影とかがあるからすごい楽しみ楽しみって2回も言っちゃった。7月も多分まあ6月7月8月は結構モチベーション高く、今までが低かったんかいって話になっちゃうんだけどより今までよりも高くこう自分が楽しみながらなんかできそうなものがたくさんあるからすごいワクワクしてます。早くそうみんなに言いたいなってこともあるし、最近は程よく自由時間っていうかそう午前中はなんかお仕事あって夕方から何もないとか夕方にあるけどその時間まで好きなことできるみたいな、なんかねゆったりしてるからすごいよくバランスを取りながら楽しみながらやってますぜ。
買い物とかもやっとこう行けるようになってきたから、元気だし。風呂にもスルスル。ああ、前髪がやばいことになっちゃった。ああ前髪の場所、あ、いつものいつものおかべりになってきたぞ変な前髪が変な感じになっちゃったね。あ、乾かすときにどうにかしよう。私は今からこれを読んでから寝ようと思っている。すごいんだよこれ。もう理想のお部屋の写真がたくさん載ってて、ちょっと家具はさすがに同じの買えないけど、なんかいい雰囲気のお家がたくさん載ってて、こういう雑誌たくさん溜まってきちゃってさ、でも捨てられなくてさ、ずっと手元に置いておきたいから、こういう本がたくさんになってきて大変。こういうの好きなの。そう、大好き。インテリア大好き。よし、髪を乾かそう。まあ最近の私はそんな感じ。おやすみ。そうだから、なんか今日はこれしたよみたいな、なんか今ねまた言えない時期なのそうこの間はあの舞台、まあでもライブだよねあれねなんか舞台ってよりかはライブって感じの舞台だったけど、また今はいろいろ撮りためていたり、こう準備をしていたりっていう時期なので、ちょっとお待ちくださいって、一生懸命頑張ってるよって感じだ今は。なんかさあれだね、本当にさお話し会を結構定期的にじゃないけどさ回数やってたからさ、またねやらなくなっちゃって、なんかこっちもっていうか私もさすごいあれって、なんかすごい寂しくなってる。早くやりたいね。なんかね不安になってくる、すごく。あれって私ファンの人いるっけみたいな、なんかねそういう感じになってきちゃうね。どんどんなんか大丈夫なのかなってすごい思ってきちゃうね。お話ししたいね。で今までなんか毎週やってた時もあったじゃんね、今の時代なんて SNS でたくさんリアルタイムでコメントもらえるっていう、すごい恵まれたっていうか贅沢な時代なのに、それでもなんかやっぱ直接顔を見ながらとかさ会って話してたりっていうのが定期的にあったから、ないとってなっちゃうね。だから次のシングルでまた話し会とか復活したらね、その前に自分のファンクラブでそういう機会を設けたりしたいなと思ってるんですけど、あともうちょっとですファンクラブの方はちょっとお待ちください。頑張ってますよって言ってる間に時間が来てしまったようです。髪乾かしてきます。じゃあまたねおやすみ。
すみなさい。明日も学校とかお仕事とか頑張って私も頑張ってきます。切っちゃおう。おやすみなさい。